ゆっくりと進んだ台風10号の影響で、降り始めからの雨量が600ミリを超えるなど、県内でも記録的な大雨となりました。県内では2人が軽いけがをしたほか、半壊が4件、床上浸水が106件など、これまでに合わせて318件の住宅被害が確認されています。交通への影響は今も続いています。土砂崩れが起きた大分自動車道の肘ジャンクションから湯布院インター間と、乗り面が崩れた東九州自動車道の臼杵から津久見間で通行止めです。ネクスコ西日本によりますと、現在土砂の撤去作業や調査などを行っていて、復旧の見通しは立っていないということです。また、別府市の別府ロープウェイでは、駐車場に入る道路が損壊したほか、駐車場に土砂が流れ込みました。当面の間、営業を休止するということです。